高光高光教法9年6月7日は、江戸時代中期の新義新言宗の僧。出自は、大和国の旧家河辺氏。署名は、河辺隆町、長。字は、坂江春。五国寺所像の高光像1658年仏門に入り、長谷寺、東小大寺で修学した後、奈良、醍醐で密教を治め、儒学、老僧をも学んだ。 1686年五大将軍、徳川綱吉の命により、将軍家の祈祷寺である筑波山地足院の住職となったのきに、急速に綱吉の帰還を得た。10月3日に江戸城国書院で安鎮法を修している。1688年には、地足院を神田橋街に移して五寺院と解消してその解散となった。1695年には、 新義新言衆の僧では、初めて大僧城となっている。法永四年二月二十五日隠居し、駿河大政万院へ転住する。しかし、綱吉の死去と共に失脚。法永六年には、江戸城への途上を禁じられ、筑波山地則院への復帰願いも認められず、失意のうちに、大和に帰郷死亡したという。墓所は、大阪府羽引の市と奈良市の先幼稚園村の二箇所に、ある。 綱吉及および、綱吉の聖母継承院の長を受け、小類やアレの例を発令することを勧めたとされて、いたが、小類やアレ政策の研究が進むと政策が開始された時期は、状況2年以前と考えられており、高光主院説は交代している。また、京、奈良の寺社の再建を、綱吉・継承院親子に進めた人物でもあり、幕府の財政悪化の永遠ともなった。 日教大辞典、新言集年表、新言集年表国書観光会 P618、根崎光を、生類あれみ政策の成立に関する一考察、近世日本の動物保護思想との関連で、ありがとうございます。